と出撃するのもこれで最後だね。私、ムゲンって新しい機体をもらうんだ。最新鋭の量子戦闘機なんだよ。これからもいろいろな機体に乗っていくんだと思う。強い相手と戦っていくために。でも絶対にあなたのことは忘れないよ。私が初めて乗った機体であるあなた、ミスターアイたちは言ったか。よし、ヤッタンサイさんを助けに行くぞ。うん。でも、どうやって？どうやってって。どうしよう。ここを脱出する方法か。とにかく、車内を調べてみよう。きっと何か、手があるはずだ。ようやく自由になれたよ。ありがとう。問題ない。あとはこの扉を開ければいい？できるのか？当然。おい！あ！あ、開いてる。アザミは一体どうやったんだ？天井の換気口から出た。あとは外から扉を開けるだけ。あんな小さな換気口から、まるで本物の忍術みたいだ。忍術じゃない、このぐらい簡単。そっか、何にせよ助かった。さすがアザミだよ。じゃあ早く行こう。ヤッタンサイさんを助けてあげないとな。待って。どうした？最後に一つだけ聞きたい。隊長、アザミは本物になれると思う？アザミは忍者。本当に忍者だけど、誰もアザミが忍者だなんて信じてない。本物の忍者がいるなんて信じてる人なんていない。誰から見てもアザミは偽物。どうしたらアザミは棟梁みたいな本物になれると思う？本物の忍者か。本当はヤッタンサイさんも忍者じゃないんだよな。もう本物だろ。少なくとも俺にとっては
本物だよ、アザミは。本当に隊長はアザミが忍者だって信じてくれる？もちろん、隊長としてアザミをずっと見てきたんだ。俺は周りがどう思っていようとアザミが忍者だって信じているよ。そっか、ありがとう。隊長が信じてくれるだけでもアザミは。流星、棟梁、行くぞ、アザミ。に、この田舎ジジイに何か用ですかな？とぼけるな、汚らわしい高魔の仲間め。いや、ダンサイさん。大丈夫、棟梁なら大丈夫。はて、何かの間違いでございましょう。わしが高魔の仲間だなどと。問答無用、あのジジイを拘束しろ。プレジデント G の元へ連れて行く。おやおや、これは剣の女。新開発の高速弾を食らわせてやれ。撃て。いかん、アザミはここから動くな。ヤッタンサイさんは俺が助ける。やらせん。神山君。神山清十郎、どうやって逃げ出した？こっちには忍者がいるんだよ。抜け出すぐらい朝飯前だ。忍者だと？バカにするな。そうか、分かったぞ。高魔の力だろ。神山清十郎、貴様高魔なんだろう。お前こそ高魔だ。なんだと？何を根拠に。うるさい、高魔というやつが高魔だ。そう決まっている。無茶な。この卑劣な高魔め、ウルフの力を見せてくれる。多すぎる。貴様がここにいるなら、あの偽忍者もその辺にいるはずだな。出てこい、大魔の手先。さもなくば神山もこのジジイの命もない。出てくるな、アザミ。この数の相手は無理じゃ。口を開くな、ジジイ。わしらに構わず逃げろ。里の掟108条を忘れるな。うるさいぞ。里の掟108条、何があっても生き延びよ。たとえ仲間を見捨てても。ふん、もういい。お前たちと遊んでいるのも飽きた。何を企んでいるか知らんが、ここでお前たちは終わりだ。処刑してくれる。あの偽忍者をかばったばかりの、バカな男だな、お前は。アザミは偽物じゃない、本物の忍者だ。本物だと？何をバカなことを。おお、まだあんな嘘つきの言葉を信じているのか。おめでたいやつだな。い
ミスターアイ、貴様がアザミの何を知っている？アザミはけなげだ。アザミは一途だ。忍者になりたい、本物になりたい、その願いを、夢を、憧れを諦めることなくひたむきに前に進んでいる。誰に認められなくても自分の夢を追い続けている。それを偽物だなんて絶対に言わせない。お前のような奴がハサミを笑っていいはずがないんだ。隊長。おう、神山君、君という男は。すみません、ヤッタンサイさんのお願いは守れません。いや、まったく。手数口を叩きおって。えい、お前たちを始末した後で、あの偽物も始末してくれるわ。全員構えろ。ここまでなのか。撃て。隊長を見捨てて逃げるなんて、そんなの絶対に嫌。そんな掟なんて絶対に守らない。撃て、あの小娘を撃て。そんな掟は守れぬか。アザミよ、よくぞ言うた。さて、やるぞ、アザミ。うん。やるって、一体何を？ジン、キョウ、ソウ、シャ。カス、ジン、レス、ザイ、ゼン。望月流忍術。口寄せの術。は？口寄せの術？な、な！カエル、巨大なガマガエル。大丈夫、棟梁の忍術。ちょっと待ってくれ。本当に本物の忍者なのか。コウマメ、正体を現したな。こっちも撃て、対コウマ団だ。撃て、撃て。処理。助けて。お前さんたち、まだやるかの。に、逃げろ。待て、逃げるな。逃げるな。棟梁すごい、やった。正真正銘忍者だったんだ。すごい、あっという間に蹴散らしてしまった。棟梁ごめんなさい、アザミは掟を守れなかった。掟を破った報いは受けてもらう。覚悟はできておるか？そんな、ハサミは俺たちを助けてくれたじゃないですか。重罪、どんな罰でも受ける。破門されても仕方ない。でも後悔してない。二人を見捨てなくてよかった。アザミ。ならばアザミよ、望月流忍術、棟梁として申し渡す。免許皆伝じゃ。え？我々は闇に生きる忍者だが、心まで闇に染まってはいかぬのだ。大事な人を、自分の大切なものを守るために、掟を破ったお前をわしは誇りに思う。これからも
掟ではなく己の心に従え。わかったな、アザミ。はい。免許改善か。よかったな、アザミ。清十郎のおかげだけど、本当にびっくり。清十郎。清十郎。そう呼んじゃダメ？もちろん構わないよ。俺もアザミって呼んでるんだし。まあ、おあいこってやつだな。ふっアザミにも心を許せる人ができたか。良きかな、良きかな。いや、改めてそう言われるとなんだか。将棋丸、どうしてここに。神山君、緊急事態よ。急いで雨宮さんたちの救援に向かってちょうだい。救援？さくらたちに何かあったのか。清十郎、急ごう。行きなさい。後始末はわしが引き受ける。やったんさいさん、すみません。よろしくお願いします。棟梁、ありがとう。行ってきます。ん、アザミ、しっかりやるんじゃぞ。闇夜の一戦、忍びの一撃。正義の刃で悪を討つ。帝国歌劇団参上。上野公園か。こんな有様か。さくらたちは無事なのか。雨宮さんの人は。薫さん。くそ。通信状態が悪い。まずはさくらたちと。そうだな。生きれるか。
てる？この魔幻空間。ああ、おそらくあいつだ。この魔幻空間を作ったのは。なんだよ、もう来たのかよ。オーバロ、やはり貴様か。姿を現せ。この声は発音か。どこにいるんだ、無事か発音。聞こえない。さて、これからたっぷりとてめえの仲間をいたぶるお楽しみタイムだ。てめえらが俺のところまで来るのと、こいつらが死ぬの、どっちが早いかな。さあ、そこだ。行くぞ。ナイス。アザミにお任せ。そこ。ナイル。はい。はい。元気出して。貴様。聖十郎。急ごう。望月流忍法破幻の術。聖十郎、この大蛇は剣術。なるほど、相手に。よっ、アザミ、大蛇の動きに気をつけて進むぞ。はい、入る。そうだ。ああ、やってくれる。ああ、上がるのか。おい、人間。なんとかって言ってたな。貴様に名乗る名などない。確か、だったかな。お母ちゃんってか。うるさい。口を閉じろ、コウマメ。威勢がいい子って。だが、それもいつまで持つかな。行くぞ。闇を鎮足、神速の槍。はい。
す。ち、切りぬ。みんなが助けを待って。はっ、そこ、はっ、はい、ふっ、ほん、はっ、はい、はっ、よっ、なんだ。とにかく全力で。大丈夫。前見て走って。なんとか振り切ったな。気配を探るのは聖獣。本当か。はい、ぜえさ、霊力が、やばい、け霊力運転完了。行くぞ。オボロ、命散る間際に駆けつけた仲間、感動だね。ヘドが出るほどにや。けどよ、大丈夫なのか。揃いも揃ってボロボロだぜ。そんなんで本当に俺様とやるつもりかよ。おいおい、何言ってんだよ。これからが見せ場じゃねえか。体はボロボロでも心は折れていない。まだこの胸に戦う力は残っているわ。人の心の力は信じられる仲間がいる。だから花組は無敵。オボロ、お前に俺たちの本当の力を見せてやる。うるせえ。そのご指名いただき光栄。生きるか、はい、もう余談。生きるか。ちょっ、うん、そっ、せっ、せっ、せっ、そっ、そっ、甘い。はっ、お任せ。覚悟。聞こえますか、神山さん。カモルさん、聞こえます。通信が回復したようですね。そちらの状況はどうですか。サクラたちと合流できました。全員無事です。このままオボロを追います。了解しました。お気をつけて。闇を切り裂く神速の矢、竜王無尽。すごい嵐。みんな本当に信じてました。みんな揃えばもう怖いものなんてありません。ああ、花組の力を見せ、行くぞ。神山さん、オボロの攻撃に気をつけてください。攻撃、まさか。多分現実、おそらくあの大蛇よりも強力だと思う。なるほど、十分に気をつけよう。